全国有数の神楽どころ広島県。県内では200を超える神楽の団体が活動をしています。見れば見るほど好きになる広島神楽の魅力に迫ります。広島県内の神楽は地域の特色ごとに大きく5つに分類されています。今回は秋十二神器を紹介します。江戸時代から明治時代にかけて伝わってきた神楽と言われています。その中で広島市安佐南区沼田町跡には広島県無形民俗文化財に指定されている跡神楽があります。12演目ほど演目といいますか舞がありまして、それを十二神器神楽というふうに言っておりますよね。はい、この跡神楽の18番といいますか八つ穴の舞というのがあるんですが、刀を持ちながらくぐったり飛んだり跳ねたりような形でね、とても激しい舞です。秋十二神器は全国的にも貴重な神楽と言われています。こういう古くから伝わる舞の良さをですね、皆さんに分かっていただけるように意識して頑張って練習しています。時代を超えて古来より舞い続けられている秋十二神器、日本人としての魂を感じることのできる神楽です。広島県内の神楽は地域の特色ごとに大きく5つに分類されています。今回は芸予諸島の神楽を紹介します。瀬戸内海の島々とその沿岸部で舞われている神楽です。呉市の広小坪地区にはおよそ200年の伝統を持ち、呉市無形文化財に指定されている小坪神楽があります。大三島で神楽を覚えて帰って、小坪で参り出したというが言われだと言われております。小坪神楽はむしろ2枚の上で舞うのも特徴の一つです。また自治会が中心に伝承を行っており、地域一体となって伝統を守っています。憧れ的な存在だったんで、神楽を舞っている人たちが、それをなんか自分が舞えてるのはすごいありがたいし嬉しいなという思いで舞ってます。小坪神楽は地域の暮らしと密接に関わりながら愛され続けています。広島県内の神楽は地域の特色ごとに大きく5つに分類されています。今回はビンゴ神楽を紹介します。古くは修験者の流れを踏む人々がこの地域で舞を行っていたものと言われており、それがビンゴ神楽になったと考えられています。簡単なように見えて、このビンゴ神楽というのはですね、一つ一つに、セリフがありまして、一人のですね、感情振りがですね、売り物になっておりますので、ぜひこのビンゴ神楽を皆さんに知っていただきたいと思います。ビンゴ神楽は数時間にわたって回れる演目やセリフが多いのも特徴の一つです。この神楽が長く続いていけるように続けていくことが一番大事だと思っています。ビンゴ神楽は大切に伝承されながら地域の先人たちの風土を今に伝えています。広島県内の神楽は地域の特色ごとに大きく5つに分類されています。今回は芸北神楽の9枚を紹介します。芸北神楽の中でも9枚は戦前から舞い継がれている神楽です。江戸時代に島根県の石見地方から伝わってきたと言われています。9枚の魅力というのはそのテンポが緩いです。それだけに神楽をですね、ゆっくり大きく見せるというようなところをですね、楽しんでいただくように皆さんみんなで一生懸命練習しています。はい、芸北神楽はストーリーのある演目が多いのも魅力の一つです。その中で9枚はゆったりとしたリズム、そして優雅さが感じられる舞と言われています。
まあ、9枚っていうことで、まあ、先輩方からは、まあ、優雅に重々しく舞うようにっていうふうに言われてますんで、そこら辺気をつけて舞うようにしています。原北神楽の中でも昔ながらの舞9枚、新舞とはまた一味違う魅力があります。広島県内の神楽は地域の特色ごとに大きく5つに分類されています。今回は原北神楽の新舞を紹介します。原北神楽の中でも新舞は戦後に生まれた神楽です。安芸高田市で回れ始め、現在では県北部を中心に広がりを見せています。各段ちょっとずつ止まっとる時の動きが違うので、動いてる時よりは止まった時の表情とか手の動き、ああいうのをちょっと注目をしていただければと思います。原北神楽はストーリーのある演目が多いのも魅力の一つです。その中で新舞はセリフも分かりやすく、リズムが軽快なことから多くの人を引きつけています。魅力、まあ、とにかく楽しいです何か感じ取れる舞だと思っています。広島の神楽がもっと見たい、そのきっかけに原北神楽の新舞はきっとなるはずです。さあ、準備万端整えまして第2部に入りましょう。今日はこの春以降、広島の神楽が安心安全に一つでも多くの公演が再開されることを願って、舞う喜び、見る喜びをかみしめる舞台となっています。2部の幕開けは廿日市市から河津原神楽団の皆さんをお迎えしております。神楽団演目の紹介は広島神楽活動再開プロジェクトのホームページをご覧ください。今日はそうですね、では早速お話の方を伺ってまいりたいと思います。河津原神楽団団長竹内健さんです。竹内さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、廿日市市の旧佐伯町の河津原というところで、活動をしております河津原神楽団と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。早速ですが、昨年はコロナの1年となりました。河津原神楽団の皆さんはどんなふうに過ごされていましたか？まあ、5月いっぱいまでの全国的な、自粛期間が終わるまでは活動を控えておりまして、例年であれば、2月から3月ぐらいには活動を始めてるんですけども、まあ、そこまでは自粛しまして、で6月から、はい、練習は再開しました。またこの練習なんですけれども、本当に予定のないところではあるんですが、必死に練習を重ねてこられていたと。そうですね、我々としましては、毎年秋に、地元の河津原の八幡神社に神楽を奉納させていただくということを、とにかく主な目的としてやっておりますので、まあ、それもあるかないかは分からなかったんですけども、ひとまずいつでもできるように準備だけはしたこうということで活動をしておりました。そうですか。いつでも神楽が舞えるように気を抜かないで練習を重ねておられたんですね。でも予定がないところでみんなで集まって練習をするというのはちょっと苦しいかなと思ったんですが、いかがでしょうか？そうですね、まあ、予定がないということで確かになかなかモチベーションが上がらなかったりというところもあったんですけども、まあ、基本的にはみんな神楽が好きであって集まってますので、はい、なるべく、まあ、そういう意味でも例年と変わらないように活動しようと思ってまして、はい、でまあ、その、まあ、消毒であるとか気をつけなきゃいけないところとか、うん、まあ、体調が悪い人はもう来ないでくれとか、まあ、気をつけなきゃいけないところは気をつけて、でやるべきことはやるということでやっておりました。はい、そうですね、もう河津原神楽団の皆さんの信念、柱、もうそういったお気持ちをひしひしと感じます。そして竹内さん、これは、最近ではですね、河津原神楽団の皆さんの活動以外にも地域の神楽をどんなふうに再開していこうかというふうにちょっと今悩まれているということですね。はい、
旧佐伯町5団体で佐伯神楽保存会というのがありまして、はい、その団体でもう50年ぐらい前から地域の各小学校を回れ各年で回りながら共演大会をやってきたんですけども、はい、まあ、昨年はああいう状況でできなくて、うん、で今年はなんとかやりたいなとは思ってますけども、まあ、やるにあたって何をやらなきゃいけないのか、どうやったらできるのか、再開できるかっていうのは、まあ、今身内で、まあ、その仲間たちと話しているところです。ああそうですか。今のお話がまさに今の広島神楽の主催者の皆さん、関係者の皆さんのお気持ちなんでしょうね。でもこれをやれば神楽が再開できるという情報をぜひ共有して、その地域の祭りを絶やさないように本当にお願いしたいなとも思います。はい、ぜひこちらもよろしくお願いしたいと思ってます。さあ上演前ということなんですが、河津原神楽団の皆さんはこの神楽ドームで回れるのは初めてなんだそうですね。そうですね、初めて、ね、はい、ここで回させていただきます。そうですか。今舞台に立たれてどんなお気持ちでしょうか。そうですね、まあ、今日お客さんがいらっしゃらないのが非常に残念ですけども、はい、まあ、広島でいうと神楽でいう、まあ、聖地みたいなものだと思いますので、ですよね、まあ、この舞台に立たせていただけたというのには本当に感謝しています。いや、こちらこそ感謝しております。では最後のインタビューになりますが、今日待っていただく神舞、とても勇壮で縁起のいい舞です。どんなところを皆さんに注目して見ていただきましょう。まあ、先ほどからまあ言っている、まあ、コロナを明けて今年が、まあ、コロナ明けの元年という意味で、まあ、まあ、神武天皇から今の日本の歴史が始まっているということとかけまして、まあ、今年からまた新たに始まりたいという思いを持って回していただきます。で、まあ、舞の見どころとしましては、合戦でどんどん、まあ、楽を含めて盛り上がっていくところが、まあ、見どころかなというふうに思っております。はい、河津原神楽団の皆さんの神楽はこの合戦の盛り上がりというところですね。そうですね、はい、はい、ぜひ画面の前で皆さんも気持ち熱く一緒にご覧ください。竹内さん、どうもありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは廿日市市河津原神楽団の皆さんで神舞をご覧ください。
細も自らは日向の国へ高千穂日向三代へ宇賀屋吹き会津の御事の御子は神山と言われ彦の御子となりその昔爪見間ににぎの御子と火の神天照大御神よりこの豊橋原の瑞穂の国をば受けたまいてこの方都は長らく日向の国高千穂にありしかれども未だ安国と治まることはなしされどこれより日向市にあたりてよろしき国ありと聞く我このところに良き都を定めばやぞとも思うなりかに日の御の御事万事は急ぎ船立ちの用意いたすべしかしこまってそろOh, oh, oh.
り咲き山となる美しきところあり、このところには長曽根彦命と申して、ちはやふる荒ぶるものあれば注意あってしかるべし、されば大和の国さして恩に損えなさるべく候妨げるを長曽根彦と見受けたり、なぜ尋ねるべし、かしこまってそろ。いやいや、それに見えしは長曽根彦の軍勢にてはなきや。
今までやれたる長すでこの御事を大勢整理我この後はなお神武天皇と改むるなり